12月30日、木村拓哉がパーソナリティを務めるラジオ番組、フロー、東京 FM で、自身に宛てられた、ビーズ、稲葉浩志からの手紙を読み上げた。その中の一節、そろそろ、木村拓哉が思い切り歌う姿を見たいなぁと単純に、僕は思っているという言葉に、ファンからも、同調の声が、相次ぐこととなった。稲葉は12月のマンスリーゲストとして同番組に4週にわたり出演。その時に伝え忘れたこととしてソロ歌手デビューを勧めるメッセージを送りました。作家に開催されたビーズの30周年記念ライブに木村が飛び入り参加した時のことを振り返り、一瞬でしたがこの夏に間近で木村拓哉のステージ熱のようなものを感じましたとのコメントも添えられ、木村ファンからは全国ツアーをと要望する声が集まったようですね。芸能関係者。手紙を読み上げた後、タイミングがあれば自分ももう一度羽ばたいてみようかなと思いますと、まんざらでもない様子だった木村。同番組と無料動画サービスギャオがタッグを組むネット番組、木村さんの12月23日に配信された回では、今年は新たなスタートを切る年だと占い師から断言される一幕も。神妙な面持ちを浮かべる木村だったが、ソロ歌手としてのデビュープランが存在するのかもしれない。木村はこの日横浜中華街でロケを行ったのですが、マカレンスー秘術という占いを受ける要スタッフから指示された際には、俺望んでないけど大丈夫かなと全く乗り気ではない様子でした。しかし生年月日と名前から導き出される自身の本質が知性と自己探求だと占い師から指摘されたことで真剣な表情に変わり、昨年、今年、来年っていうのはあなたにとってものすごく大事な年と言われた際には納得のいった様子でうなずいていました。占い師曰く、木村にとって昨年2018年は9年周期の総括の年にあたり、そこで取捨選択し今年から新たな物事を始めるとのことです。何かしら新しい動きがあるのかもしれませんね、と。今月18日から公開予定の映画マスカレードホテルでは自身初の刑事役に挑んだ木村。歌手デビューも含め今年は新たな一面が多く見られる一年になるかもしれない。